でいつまでに、もうすぐにでもちょっと欲しいんですよね。まあ、電話してる中で、はい、もう相手怒ってるじゃないですか、はい、でこちらとしてもなんか言い返すわけにはいかないと思うんですよ。さすがに立場もありますし、はい、相手からしたらねその会社のこの人だっていうふうに見られてると思いますので、はい、そういった時には丸山さんどういったことを気をつけてお電話してますか。これ以上怒らせないようにという対応として、うんうんうん、まあ、怒ってる理由がどうであれ、うんうんうん、当社に落ち度がある場合と例えば相手の人の勘違いっていうこともあるんですが、うんうんうん、ひとまず何かしらご迷惑がかかって相手の人が嫌な思いをしたっていうのは事実ですので、うん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 、その思いに対して多様でございましたかですとか、うん、そうだったんですね、そんなことがあったんですね、大変失礼いたしましたというふうに相槌を打ちながら、うんうんうん、相手の気持ちに寄り添っていくというのが大切になってくると思います。あ、なるほど。ちなみにですけど、はい、そういった怒ってる相手と話する時の火に油を注いでしまうような NG ワードって今思い浮かぶものどんなものがありますか。 D 言葉。 D 言葉、はい、ありましたね。でもだってですからは絶対に言ったらダメです。今回の動画であったらもっとこう、はい、ファイヤーしてしまってたかもしれないわけですね。はい、燃えたかなるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、どちらにしてもまず電話いただいてるわけですから相手の意向っていうのを受け入れる体制でなければならないということですね、はい、それが仮に合ってたとしても間違ってたとしても一度全ての話を聞いて上で、はい、そうだったんですねと受け入れることが重要なんだよっていうお話でよろしいですかね、はい、一旦は受け止めてあげないと相手の人も、うん、自分の思いが届いていないというか、うん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 、聞き入れてもらえないということで余計にこう怒ってるものが止まらなくなってしまうケースがありますので、うん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 、一旦は大変だった気持ちを受け止めてあげる、うんうん、その上でどういう対応ができるのか、もしお客様の誤解であればその誤解を解いていくという行動を次に起こしていくことが大事だと思います。本来であれば受注をいただいてから4日後というルールはあるんですけれども、はい、佐藤の方で2日前倒しで納品できるということでお約束があったということですし、はい、その点に関してはもう中澤様のおっしゃる通りで迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした、はい、丸山さんの経験則の中では、はい、しっかり受け止めることができたならば、はい、その次はちゃんと話ができるようになるっていうのはもう経験の中では終わりですか。何回も何回も一般的な方であれば一旦その気持ちに寄り添って受け止めると、仮に怒ってた方であっても最後電話切る時には、うん、いやこっちも悪かったね怒っちゃってとか話聞いてくれてありがとうって言って終わるケースがありますので、最後そういったお言葉をいただけるってことは、はい、ピンチをチャンスにっていう時なんですね。そうですね、これが。あ、なるほどなるほど、分かりました、はい。人間って相手の反応につられる同調効果というそうなんですが、うん、そういった傾向がありますので、はい、